皆皆様に幸あれ大安吉日。坂道をぐるぐる回る子供たち、ニヤニヤ笑う猫が言う、帰り道はもうありません、悪さをしたなら左へ、手と手をつないで輪になって踊れ、輪になって踊れ、かやかや踊れ、迎えが来るまで笑顔分かち、今来るんじゃないかって温めておきました。初めまして。どうぞどうぞ。自然的にこの感じ少し詰めた方がいいですか。入れますかね。どうすか、僕はね、狭いで2席、2席、ちょっと詰めていただいていただいたら、皆さんね、大人ですからね、あのその辺、ね、うまいことやってください。うまいこと。ここは大人の集まりなの、くんちゃん。一応大人の集まりだと思うんだけど、大人の社交場、ああ社交場、
の表情いいですね、社交っていうことですね、すごいですね。でもね、さっきね、リハーサル見た限りですと、うん、まあ、僕もね、初めてお会いする方ばっかりなんですけど、はい、濃いですよ、濃いですよ、今日は、ね、皆さん覚悟して、ね、今日濃いですよ。しかもね、今、大人の社交場っていう言葉がありましたけど、はい、どっちかっていうとね、今日はね、はい、大人げない大人の集まりなんだよな。大人げない大人ばかりですか今日は。いいじゃないですか、楽しいじゃないですか、その。いいんじゃないの。大人げない大人になってしまいました。大人げない大人はそこで元気です。大人げたい大人になってしまいました。大人げたい大人は今日も元気です。中学時代のバカバカ弁当、トロロリーサカレトラで抑えないわ決まらない、空気読まない、大人げない大人になってしまいました。大人げない大人は今日も元気です。見る前に飛ぶことが染みついている僕ら、言い訳とかできないとかどれもよくて、大人げない大人になってしまいました。大人げない大人は今日も元気です。大人げない大人はそこで元気です。大人げない大人になってしまいました。大人げない大人は今日も元気です。大人げない大人になってしまいました。大人げない大人はそこで元気です。大人げない大人で行こうじゃないか。大人げない大人が明かりともすのだ、明かりともすのだ、明かりともすのだ。お騒がせをしております相模の風さん。もう皆さん大人じゃないですか、とっても結局大人げないのは俺、大人げないのは私たちだけですよ。本当に優しく、優しい、ね、本当にありがたいですよ。よいしょ。そのわけで、相模の風さん、夫婦と申します。本日はね、師走の豚嵐ということで、どんな嵐になるのか、ね、大変ね、楽しみでございますけれども、私たちね、夫婦で、音楽をやって、まあ、全国とは言いませんけれども、北は石巻、南は熊本ぐらいまで行ってますね。最近北はほら、岩手まで行って、そうだ、岩手も行ってますね。西和賀に行ってますね。はい、というわけでね、あちこち歌って、いるわけですもんね。夫婦ですから、はい、どこへ行くのも一緒なのよね、あなた。何その、何その、Eマイナーなの？
そう、こういう感じ。あ、そういう感じかな。そういう感じ。そういう感じなの、あなた。一応ほら、ミュージシャンだからけどね、うん、和音で表現してみたいかな。なるほど。和音で和音。素晴らしいわね。不協和音だね、感じ。不協和音なの。大丈夫？なんでもないです。大丈夫？今日後輩来てるらしいね。そうなんですよ。そうね、大丈夫、ね、夫婦仲なんかムチマジしいところを、ムチマジしいところを見せといた方がいいんじゃないの。大丈夫。ほら、言葉が濁るっていうのがなんかそもそもなんかいろいろ表してないですか。不協和音ね。不協和音かしら。不協和音も何もあれですよ、はい、あの妻の言うことは絶対じゃないですか。まあ大体どこの家庭でもそうですよね。ねそうでもないです。そうでもない。あ、そうでもない。それちょっと、ね、そんなことないですよ、ね。旦那さん間違ってると思うんですよ。そんなことない。いや、そんなことないですよ。そうですか。うちも。うちも。うん、だから、それか。それから、それ。まあいいや。チューニング合ったの？合ってるっぽい。ぽい。ぽい。似てる。ぽいね。はい、わかりました。じゃあ、ぽい感じでいきたいと思いますね。はい、次の曲にね、次の曲はですね、今年の3月の、11日に作った曲なんですけれども、なんか日常の、普通のことが、それって特別なことだよなって、思って作った曲です。特別な日。今日は特別な日、毎日が特別だった。君が笑う、僕が笑う、毎日が特別だった。目覚めると君がいて、パンが焼ける匂いがした。コーヒーは君が入れて、君が入れると美味しいから。今日は特別な日、毎日が特別だった。君が怒る、僕が困る、毎日が特別だった。歌口ずさんで、綺麗な空見上げてた。楽しいことばかりじゃない、同じことを繰り返すだけ。今日は特別な日。
な日。今日は特別な日。ありがとうございます。ありがとうございます。特別な日をお送りいたしました。坂見の風めよといろんなところへ行って歌を歌っておりますけれども、東北の方によく、行っておりまして、特にね、2011年の東日本大震災以降は、東北の方に、行って、2011年の7月あ6月から行ってますね6月に行って、で7月から、東京の方でね東北応援行商ライブというイベントを、やって、今では東京とか大阪とか松本とか、あちこちで、開催してるんですけれども、なんか自分たちのできることでなんか、やれたらいいねっていう気持ちで始めたんですけれども、東北の商品をね買ってきて、ライブの会場で販売してたんですね、でいろんな美味しいものとか東北ですからね、すごい素敵なものとか、あと仮設でその頃はね仮設で作った商品とかいろんなものを扱ってやってたんですけども、だんだんみんなが、東北に遊びに行ったりとかね、あれ美味しかったからまた食べたいよって言って行ってくれたりとか、なんかそういうつながりができて、ね、すごいね嬉しいなと思います。今はもうね、だいぶ、まあ、ほぼほぼね、復興して、まあ、これから、なんか元気に一緒に楽しくやれたらいいなという感じでね、これからもなんだろう、その楽しく一緒に楽しめる時間をどんどん作りたいなというふうに思ったりなんかしております。よいしょ。立ち上がった。今ね、ちょっと神さん東北の話もしましたけれども、東北もそうですし、あときっとね、この中の野方の土地もそうだと思うんですけど、その土地その土地で昔からこう伝わる昔話とか、あるいは民話とか、でもっと古くまで行くと神話とかっていろいろあると思うんですよ。僕は相模原、神奈川県の相模原が出身なんで、相模原といえばっていうと思い浮かぶものってあんまりないかもしれないんですけど、相模原市民にとってはですね、ダイダラぼっちというのが非常にこう大切な存在でありまして、結構してますね。結構してますね。ね、相模原でしょ。私世田谷出身なんですけども、世田谷でもダイダラぼっち伝説があるんだよね。ちょっと残ってて、世田谷ダイタという場所があるじゃないですか、はい、ダイタはダイダラぼっちのダイタだという話がありましてですね、ダイダラぼっち大きいからいろんなとこ行ったんだね。ああ出没してるね。出没したんだね。そんなね、いたかいなかったか本当は分かんないけど、でもダイダラぼっちが相模原にも足跡残してるってことだけども、なんかこうちょっとしたこのね地域への愛着とかそういうのにつながるわけですよ。で、ついこの間とある本で読んだんですけど、トインビーっていう歴史の学者さんがいるじゃないですか。もう亡くなっちゃってる人だと思うんですけど、その人がですね、神話が失われた民族は滅びるっていうことを言ってまして、あ、それ確かにそうかもなって思うところがありました。今ね、日本でもそういう昔からの言い伝えとかってそれがちゃんと伝えられてるかっていうとだいぶ減ってるような気がします。それがいいのか悪いのか、多分結果がねまたもう何十年か経たないと分かんないのかもしれない。まあ一応ね僕らも歌う人なんで、いろんな形でそれを語り継いでいけたらなと思います。
込んで弾き、子供の僕、大人の君、いろんな時代の僕たち。三本足のカラス、遠い遠い昔からの贈り物に胸躍らす、いくつもの物語折り重なった中を貫くもの白い光を見つける時が来るのだ。Thank you.
知るがいい。いい盛況ですよ。あ、そうですね。我々も含めですね、で、まあ、出演者の方が、まあ、比較的こういい年、いい年、そうなんですか、失礼な、いや失礼な、いい年っていうのはいい年、良い年をお迎えくださいね、良い年ね、ってことは皆さん多分それなりにこうミュージシャン歴って長いと思うんですよ、はい、ね、まあ、最低でも10年以上はあるかなと、うん、で、やっぱね、その別にプロであれ、アマチュアであれ、長い間こう人前でやるって結構いろいろこう障害があるわけですよね。例えばまあ当然仕事だったりとか、あるいはね結婚して子供ができてとかね、まあ、あのそういうのを多分乗り越えて皆さんやってきてもいいと思うんで、もうねその姿だけでね、これもう涙出ちゃう。もう嬉しいです。そういう人たちが、ね、そういう人たちと一緒にやれるっていうのが。Oh, so, so.
できたので、受け取っていただければと思います。それから、CD を、3枚出してます。どれも1500円なんですけれどもね、可愛い子供、私たちの子供みたいなものでございますので、よかったら、興味があったら、声をかけていただければ嬉しいなというふうに思います。あと1分あと1分あと1分かと思って今3倍速でやろうかと思って、あと1曲で終わります。大丈夫です、大丈夫です。時間を計ってまいりました今日ね、この後も素晴らしい濃い人たちが出てますんでね、最後までゆっくり楽しんでいただければと思うんですけれども、はい、さて今日は師走、12月の12月ですよ。皆さんね、多分ね、お仕事も忙しくなるかと思うんですよ、これからも最後のね、追い込みでね、はい、でもね、うん、明日日曜日だし、明日日曜日でも、その次の月曜日からも忙しいとかなんとかさ、はい、とりあえずほっといて、はい、もう休んじゃいましょうかね、全部ね、休んじゃい、会社辞めちゃい、会社辞めちゃいそのわけで最後の曲は残り全部バケーション、残り全部バケーション、もう一言が助けたら残り全部バケーション、気分しなくて
は窓際だったから、こんな日のこと予想はしてた。恋に越したかなたの彼、割り箸の大切にもパッと掴んでる波の芝居するくらいだろう。ありがとうございました。坂上さん、坂上音でした。ありがとうございました。